本当だ、本当だ、なるほど、しっかり見えますね。早く行って、はい、作る工程を見させてもらって、その服を着て名古屋城で歩くっていうのはすごくやっぱりテンションも上がるなと思います。とても楽しみです。皆さんこんにちは、大輝です。ノアです。今日は広島県福山市にやってきました。ここ福山市は三美地域の一つとしてデニムの有名な産地らしいんですけど、はい、今自分たちが着ているこのサルバムっていうブランドのデニムの基地を作っている工場があるということで、うん、早速行ってみましょう。はいすごいね。ねえ、広い。もう音聞こえるじゃない。うん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大輝です。ノアです。篠原テキスタイルの篠原です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらデニムの生地の工場と伺ったんですけど、当社はデニムの糸から布を作る工場になります。広島県の東部と岡山県の西部を合わせて三美地域って言うんですけど、そのエリアで国内のデニム生産の8割以上はこのエリアで作られてます。8割？はい。これが実際織られたデニムの生地なんですけど、はい、ほんとデニム、ね、そりゃ ね、なんか一つ一つ違いますね。こっち系の色のデニム好き。あ、そうなの、うん、これ大輝好きそうな生地でしょ、うん、今日はこれから実際この生地を織ってる工場を見てもらいたいと思います。はい、はい、楽しみです、ね、はい、すごい。こちらがデニムの生地になる前の縦糸を置いてある倉庫です。糸、想像を超えるロールの大きさで約4000本の糸がずっと並んでて、それを 1500m 巻き取ってる。すごいデニムのこの縦糸ってこういうブルーに染めるんですけど、はい、線香所さんが産地内にあって毎日この縦糸を届けてもらって、はい、でうちはそれに横糸を入れて生地にしていくっていう作業をこの中で行っています。デニムの特徴として糸の一本一本の真ん中が白く残ってるの分かりますか？本当だ真ん中が白く残ってるからこそ表面が削れて中の白が出てきてるんです。これ篠原さんの携帯も、これもうベストポジションに、これ僕の携帯の方です。すいません、ちなみに三美地域にはこういった工場ってどれぐらいあるんですか？織物の工場で30件以上は、この産地の中でもそれぞれ得意な生地っていうのがあるので、分厚い生地が得意な工場だったり薄い生地が得意な工場だったりで、篠原さんのところはうちの場合は結構薄い生地、だから細い糸を織るのが得意だったり、はい、柔らかい生地が得意だったり。すごい。この機械は横糸を空気の力で飛ばすエアージェット速機っていうんです。後ろから来た縦糸が上下に開きます。でこの開いた隙間に横糸が空気に乗って飛んでいくんです。実際ここ触ってみてもらったら分かるんですけど、はい、風が、おお、これがシャトル速機です。こっちの機械はさっきのエアーと違って、これシャトルっていうんですけど、シャトルの中に入れてハンマーで叩いて飛ばすんです。で今向こうに飛んだんですけど、また同じ糸が返ってくるんです。でこれは1本の糸がずーっと行ったり来たりしてるので、生地の端っこに糸が出てない。だからここまで製品として使える。これがシャトル速機でしか出ないから、この機械でも30年以上は、はい、新しくは作られてないんですけど、部品を直しながらずっと使っていく。すごい速かった。もう機械がパパパパ、機械の動きがね、はい、エアージェットって、うん、糸がシュッて飛んだら両端切ってたじゃないですか。そうですよね。シャトル食器は生地の両端に糸が出てない。なんでジーパンの脇に使ってこの赤耳を、あ、本当だ、ここになってますよねこれが折られた生地なんですけど、はい、ルーペで見てみると、ちょっとじゃあ包帯に見てみる僕から分かった。すごい分かりやすいルーペ。そんなに横糸3本の上をまたいで1回くぐってる。おー、なるほど、しっかり見えますね。早く行った、はい工場の中で折った生地を全て検査してます。
あまりにも傷が多かったりとか、まあ、糸が切れててここを使えないという部分はまたこの時点で跳ねるんです。あ、例えば、これ分かります？ここ、あ、これここ分かりやすいですね。ああ、本当だ。ちょっと硬くてここ傷になってて使えない。これは岡山のブランドさんなんですけれども、はい、そのうちの工場から出た規格外の生地だけを使った製品を作られてるんです、はい、へえ、これ傷物なんですよ。全然分かんないですよねだからこういう工場から出るいろんな廃棄物を使って、はい、また新しい商品作ったりとか、はい、なるべくゴミを減らそうっていうのは、いろいろ取り組みはしてますね。失礼します。お邪魔します。おここが弊社のショールームになります。すごいたくさんの種類がありますね。うちで作ってる生地のサンプルをここに並べてお客さんに見ていただく。こんなに多いんですか？ねえ、好きそう。あ、これは中のあれが違うだけ。裏にボアを貼り付けてるんですよ、デニムとボアを。どうですか？かわいいたくさんあるけど一つ一つやっぱり全然違くて、ペットボトルのリサイクルされた素材から作られた糸で織った生地なんですよ。これも結構可愛いです。それは織り方がちょっと違って、さっき3本横糸をまたいで1本くくるって言ったじゃないですか、はい、これ7本飛んで1回くくるんですよ。へえ。作る工程を見させてもらってからさ、デニムの生地を見ると、うん、なんか深みが増すね。わかるその産地全体の話になるんですけど、やっぱりデニムって糸も染めますし、製品になった後洗い加工とかで水も使ったりするんで、染色で、糸を処理するときに、今までボイラーの熱を焚いて薬剤を使って処理していたんですけど、それを電解水を用いて常温で処理することによって環境負荷の少ない方法で糸を染めれるようになってます、で各社それぞれいろんなことには取り組んでいて、例えばうちだと工場の中の空調に水を使うんですけども、そこは井戸水使ってたりだとか、そうですね、やっぱりこのここの産地地域がデニムの産地なんだっていうのを多くの人に知ってもらうための取り組みっていうのは結構いろいろさせてもらってて、福山ファクトリーギルドっていうブランド、これジーパン全部もう最初から福山でできてるんですよ。これがあることによって、あ、福山ってデニムの街なんだと、この三味地域ってデニム作ってるんだっていうのを一般の方が知ってもらえる商品としてこういうものを発信していってますね。本当福山の思いが詰まったデニムっていう感じですね。そうです。あ、シャトル、シャトル正解これが見えたらシャトルですよ皆さんこれがお城コレクションでサルバムさんが使われる生地なんです。こんな生地を自分たちが着るってことですね。真っ黒なんですけど、縦糸も横糸も真っ黒糸を使ってて、はい、ちょっとお城コレクションまでにすごい想像しちゃう、どんな服になるのか、楽しみです。デニムの種類がこんなにもたくさんあったんだということを知れたということと、あと機械によってあえて変わるんだなって思って、それもちょっとびっくりしました。そうだね、今まで以上にランウェイを歩く重みみたいなのを感じてます福山デニムを着てね、そう、作る工程を見させてもらってその服を着て名古屋城で歩くっていうのはすごくやっぱりテンションも上がるなと思います。とても楽しみです。楽しみですね、はい。